こんばんは。うわ多分、このインスタライブシリーズ一番スムーズにつながった回だと思います、今回。ちょっと焦ってた。どっから入るの？ ズームじゃないからね。もうなんそうかそね、う。ないからびっくりしてる。いろいろ。いやいやいや、今日はよろしくお願いします。楽しみにしてましさて、た。アンサンブルシリーズ第2回、今回はプログラムがモーツァルト、メンデルスゾーン、テルマン、クライスラー、チャイコフスキーともうスーパー盛りだくさんのプログラムになっていて、本当に誰もが知っているような作品も中にも入っていますけど、ちょっとこのプログラムの内容について教えてください。まあ、アンサンブルシリーズっていうのが今年から始まりましてですね。まあ、演奏家に対して一プログラム、やらせていただくということになってて、まあ、そのプログラムの内容や演奏会、その趣旨自体を任されたという状況なんですね。それで、以前の、第一室内の定期で、堀正文先生をお呼びして、バイオリニストの堀正文先生を。でも、周りの素晴らしい音色とか、その音楽に対してこう、プライオリティみたいなのが、もう本当に私は感動してしまいまして、ぜひまたこの愛知室内の皆さんと一緒に、音楽を再現したいなと思って、今回のプログラムを考えました。それで、プログラムの一曲一曲の内容としては、ほとんど堀先生のご希望通りということで、そうだったんです私はね。先生とできれば何でもやらせてくださいという感じで、先生のご希望をこう伺った状況のプログラムですね。あ、そういうことだったんですね。前回、確か、堀先生が愛知に来たとき、私、ちょうどその時名古屋にいたので、少しお目にかかったんですけど、モーツァルトのバイオリン協奏曲5番でしたよね。2022年。22年。もう2年経ちますね。ですね。ね。そんな、去年だったかなと思ったんですけど、あれは確か2022年の9月だったので、いやー、本当にね、スーパーバイオリニストの堀先生がね、愛知室内に来てくれるのはとても嬉しいですね。それで、バイオリンの人たちがやっぱりどうしてもね、弦楽器多いので、その方々が、まあ、少しでもね、いい影響を、というか、まあなんかこう、自分への、何か気づきの機会になってもらうと一番いいなぁと思ってるんですよね。で、私はこの間、その時にすごいいろいろ気がついて、その母音とか、まあちょっと専門的なことになっちゃうけど、その音の方向性、どうやって飛ぶと、こう、上品かとか、いろんなことを、から先生と、まあ、ご一緒させてもらって、あと、なんだろう。勉強の仕方も先生は本当に細かくて、そういうこともすごくあるんで、またご一緒するのを本当楽しみにしてます。今日、このね、配信、そして後でアーカイブで見ている方で、もしかしたらね、音楽家じゃない方に、やっぱり巨匠の堀先生が演奏することで、ね、もうスーパービオリストの川本さんですら、あ、これすごいんだなとか、あ、こういうふうに学べるんだなっていう、なんか、ね、音楽家じゃない方がわかるように何か説明してくれると嬉しいんですけど。もう、音のきらめき。それは多分なんですけど、どんな楽器を使っても堀先生は堀先生の音がすると思うんですよ。キラキラ感っていうのがすごくて、ダイヤモンドとかでも、綺麗なものをギラギラしてるのと、ピカーンと、いろんな種類があるじゃないですか。ありもましすかね。したら、の質かもしれないし、もしかしたらその削る技巧かもしれないし、それはまあ素人からするとちょっとわからないですよね。どういうふうにしてそういうふうに綺麗になってるかっていうのはね。だけど、きらめきの上品さっていうのは、まあ、多分、
分かるんじゃないかなと思うんですよね。それが音色ってこう目には見えないですけど、感覚として、まあ、味わっていただけると一番嬉しいなと思って。キラキラなんです。細かいキメの細かい光が音色ですごくこう伝わってくるんですよね。なんか本当に極めている人が本当にその間近でね、一緒に演奏していて、その音色の変え方とか、ね、ちょっとしたボーイングのスピードだったり、ビブラートのかけ方だったり、音の、ね、飛ばし方、上だったり、まっすぐだったり、下だったり、そういうのをすごい近い距離で見れると、あ、私もやらなきゃって思いますよね。それで、ここをこういうふうにつなげると、こんな上品になるんだとかね。それはあれを聞いてても、その想像はなかったなっていう、驚きと発見の連続なんですよ。先生の演奏を聞かせていただいてると。今回の選曲も先生がね、このモーツァルト、メンデルスゾン、テルマン、クライスラー、チャイコフスキーの、やっぱりこの作曲家たちをね、リストアップするだけでも、本当に弦楽器をどういうふうに扱う、分かってる作曲家ですよね。そう、特に、メンデルスゾーンって、まあ、シンフォニー4つも書いてるし、あと、いろいろね、エリアとかも、大きい作品も書いてる人なんですけど、弦楽のために、もういくつもシンフォニー書かれてて、それがもう、本当にこう、細かい技巧がたくさん使われてるんですよね。で、もそのシンフォニー、よりも、なんていうのかな、彼がこだわった細かい技巧がたくさん、感じられて、特にビオラは、モーツァルトもそうだけど、なぜかビオラだけ、2パートに分かれてるんですね。まあ、バイオリンはファースト、セカンドって言ってて、ビオラは、セカンドとバー、あの、セカンドバイオリンと同じぐらいの人数しかいないはずなのに、なぜか、パートに分かれてて、全く違うことを言ってるんですけど、すごくこう、うまく書かれてるんですよね。ちゃんと3度でこう、せり上がっていくところが、ビオラだけになったりとか、あとすごくこう、なんていうのかな、フレーズの最後の最後の美しい、一番綺麗なところがビオラのセカンドを請け負ってたりとか、メンデルスゾーンはビオラをこう駆使して、いろいろ考えて、書いてるんだなーっていうのを、弦楽のシンフォニアを弾くと、すごいわかるんですよ。特にね、このシンフォニアってメンデルスゾーン12個？ 12 個か13個ぐらい書いていて、本当にもう若い時に書いていたからこそ、なんか14歳ぐらいの時に書いていた作品でもあるからこそ、なんか本当にルールに当てはまらないですよね。もうなんか本当に子供、ね、14歳だってティーンエイジャーなわけだから、もう、なんか固定されている、ね、大人の作曲家たちがやっている法則ではなくて、自分がただただバッハの影響を受けながらこういうふうに自分なりなやり方で書いていたから、フリーな感じはありますよね。まさに、荒消えちゃった。ね、なんか、簡単にもハマってなく、ね、ビオラが2つに分かれてたって別にね、全然、それでもっと自分の音が表現できるんだったらね、メンデルスゾーンもこれでいいんじゃないっていう感じに書いてあるところがやっぱ素敵だなって私は思いますけど。メンデルスゾーンは80奏を友達がご飯食べてたらめちゃくちゃって書いちゃって、それがもう最高傑作だったりとかね。まあすごい、たくさんある人で、まあ今、バッハのまた異次元曲とかそういうのが、私たちは普通に演奏したり聴いたりするけど、まあね、本当に貴重な資料を発掘した人を、発掘というか、ちゃんと買って保存してくれたのはメルソンだし、もちろん、原点はバッハなんだけど、その中間でメンデルスゾーンっていう人がいなかったら大変なことになってるクラシック業界っていうのはもう皆さんと思うんですけど、
まあ、その人のもこうちゃんと取り入れる堀先生っていうのがなんかところもね、なんか、この人、伊達にバイオリンやってる人じゃないんですよ、おこがましいかと。すごくそういうの感じるんですよね、先生。なんて言うんだろうね、そういう音楽の継承の仕方っていうのかな、素晴らしいな。で、今回演奏されるのが第10番で、このシンフォニアの中では本当にすごく長い40分ぐらいの大曲もあれば、第10番みたいに、大体もうリピートありなしで10分とか11分ぐらいで演奏できる曲もあって、本当にいろんなバラエティ、豊富なシンフォニアのシリーズだと思います。さて、テルマンのヴィオラ協奏曲。これはね、もう名曲中の名曲ですが。まあ、ことあるごとに聞かせてはいただいてるんですけれど、考えてやるのは今回初めてで、しかも、チェンバロをね、急遽探したんです。っていうのは、まあ、プログラムの時間で、最後の最後に、堀先生から川本さん、テレマ弾きませんかって言われて、数ヶ月前だったんですね。ってなると、それまでのプログラム唯一なかった楽器で、チェンバロを探さなきゃいけないってことになって、まあ、なくはないんだけど、やっぱりその曲のね、カラーとしては、チェンバロ絶対あった方がいいなと思って。まあ、確かになくても演奏できなくはないですけど、でも、せっかくやるんだったらね、やった方が、チェンバロあった方が、そのカラーと、まあ、本当に、チェンバロプレイヤーによっては、もう全然違う世界に連れてってくれるじゃないですか。そうなんです。それで、急遽探したところ、まあ、本当に世界的なプレイヤーの中野慎一郎先生がやってくださるということで、本当は私としてぜひともお弟子様とかそういう方を紹介していただきたいということで、ご連絡させていただいたんですけど、その日、やんけみたいな感じでやってくださることに。そうなんですね。もう本当、それこそテレマンも十数分の曲なので、ですよね。そのために来ていただくっていうのは、本当に恐縮してるんですけれど、もうそれこそ、チェンバロがある意味が一番わかるんじゃないかなと思う。彼のね、まあ、私はバッハのチェンバロとのソナタを、中野さんともう20代に入れさせてもらってるので、CD に入れるので、もう本当に勉強させてもらって、もう音の処理の仕方から、この楽譜の読み方から、全部中野さんからの当時、まあ、教えてもらったんですよ。それまでは一応勉強はしてたんですけど、そのバロックみたいなものも。だけど、まあちょっと模倣があって、模倣があまりにもひどかったらしくって、もう我慢たまらず、長野先生が全部教えてくれるんですけど、それがね、本当に勉強になって、いまだにそれが何かあると、その中野さんがおっしゃってくださった言葉がバンって思い出されて、あ、ここはこういうふうに処理したなとか、音のその、なんか、まあ、楽譜の読み方っていうかね、そういうのを本当に一から手ほどきしていただいた先生なので、その方と堀先生に囲まれて、もうなんかその当時の自分としてはもう考えられない幸せなコンサートになるんではないかと思ってます。素敵ですね。確か、もうちょっと勉強不足かもしれないけど、テルマンのヴィオラ協奏曲って、ね、バッハとかヴィヴァルディのね、三楽章コンチェルトじゃなくて、四楽章ですよね。四楽章のコンチェルト。あれ、カデンザとかは、なんかスロームーブメントにカデンザあったと思うんだけど、オリジナルのカデンザやるんですか？私の楽譜にはカデンツは入ってなくて、それわざわざそのカデンツを自分で作りなさいっていう白紙のボタンが一段あるんですよ、三楽章の後に。いや、私、テルマン前に振ったときに、
なんか、2回ぐらいやってんのかな？でも、毎回カデンザは、なんか、違ったのだけ覚えていて、それはなんか他の人が書いたのか、その人が書いたのかは全然覚えてないんだけど、でも、あ、これ、この曲はカデンザ結構いろいろとフリースタイルなんだなと思って、すごく覚えてる。一番は割とこう定番のものがあるんですけど、二楽章がちょっとね、和声がね、ぐちゃーところで終わって、またそのぐちゃが解決しないまま始まるので、カデン本当に今苦しんでて、お前、それ歩いてても、あそこのカデンツどうしようかなと思いながら歩いてるぐらい。まあでも、でもせっかくね、スーパーチェンバリストがいるから、ちょっと一緒にね、デュエットになると楽しいのかもしれない。すごいインか。プロビゼーション。もう、なんかジャズのセッションみたいな感じで、もう、じゃあ、ここからここのハーモニーに行きましょうって、あとはもう、っていう感じで。あまありれ、ね、それ、こ、苦気にしないで。手なんですよ、それ。本当に無理なの。インプロビゼーションって言われたらもう止まっちゃうぐらいやばい人間です。あんまり期待しないわ かりで。でまもしまあ、た。担当さんがいらっしゃるんで、まあ、アドバイスいただいたりとか、まあ、カデンツの相談もしてみようかなと、今、急に思いました。ぜひぜひね、せっかくだからね、いろいろとその瞬間の雰囲気ができたら、ね、楽しいんじゃないかなと思います。そこから、確かクライスラーやってチャイコフスキーですよね、プログラマーだから。クライスラーは、まあ、堀先生がソロ吹くのかな？そうです、そうです。もうですよね。何回もご一緒させていただくことあるし、この間は、そうね、公開コンサートではなかったので、まあ、プロに出てなかったんですけど、コンサートで、聞かせて、もう、めちゃくちゃ、ウィーンの香りが、プンプン演奏して、素晴らしかった。もうそれ弾いていただいただけでもう本当嬉しくて、たまらない感じです。いやー、すごく楽しみで。で、私、弦楽セレナードではもうね、いろんなのあるけど、チャイコフスキーって本当に特別だなと思うんです。なんか、よくあれんなの書きましたよね。本当にあのオープニングから。すもうすごごい。いと思で、う。あそこの、たーたーパ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 ーって曲なんだけど、よくテレビのコマーシャルとかにも使われてるみたいで、使われてますね。ね、なんかよく耳にする曲なんではないかと思うんですけれど、なんか、一曲弾くと結構来ません？まあ、感来ますよ。来ますよ。にすごい奪われる感じが いつもする。魂吸い取られますもん。最後まで演奏すると。なんか、最後感じ、最後の、フィナーレまで、この三楽章のエレジーやって、なんか、もういいよと、最後の四楽章やらなくてって思うときよくある。でも四楽章やらなきゃいけないんですけどね。また4楽章がこう複雑怪奇な、なんかまあカノンみたいなのが入ってると、もう、うわーってなって。なんかめっちゃ興奮するんですよ、なんとかね。あと、まあ、チャイコフスキーのワルツって本当にいつもね、もうバレエのワルツから素晴らしい作品たくさんあるけど、このセレナーデのワルツも、やっぱ弦楽器だけ、だからこそ素敵なワルツだなと思うの。他のワルツはね、フルオーケストラだったり、バレエのワルツとか、フルオーケストラのサウンドで皆さんね、あ、チャイコフスキーのワルツ、あ、花のワルツだったりとかって覚えているかもしれないけど、この弦楽器だけのサウンドで、これだけの物語を、その弦楽アンサンプルでできるっていうのが、やっぱ、チャイコフスキーのワルツのパワーってすごいなって、いつも聞いてても思うし、演奏してても思う。まあ、堀先生の、クライスラーの三部作も、まあ、用紙の曲があったりとかするので、その直後に、チャイコが来るんですよね。そうすると、です上よね。の香りがプンプンする舞台の上で、
最後の合わせが始まるんだけど、そのね、二楽章のワルツが始まる、もうなんか絵も言われず、まあこう空間になるんじゃないかなと思って、なんだろうね、あれってやっぱりその憧れてるからうまくなっていう感じがすごくするんですよね。あの、うん、フィレンツェの思い出も書いてるでしょ、チャイコフスキーって。そんなことしてる、そう、そうだけどね、それもやっぱりあのフィレンツェに対する象形で書かれてる曲なの、うん、もう本当にわちゃわちゃしてすごい楽しい曲なんだけど、まあその三拍子の曲って多分ロシアにあるのかな、伝統的な曲で、うん、明らかにウィーンを意識してる感じがして、でその、うん、まあ多分三拍子はタンタンタンとはやらないと思うんですよ、ザラララララララ、それの三拍子の伴奏の入れ方とか、うん、先生がどういうふうに考えてらっしゃるか、もうすごいもうワクワク、もう堀先生ワールドに完全に入り込む感じですよね。うん、でそれはやっぱりあの、うん、どうぞ、あのブログ見てて、あのね、モーツァルトで始まって、モーツァルトのディヴェルティメントで始まって、このチャイコフスキーで終わるっていうのは、やっぱりなんかすごくあのたまたま、すごく、もちろんたまたまかもしれないけど、先生がすごい考えてたかもしれないし、あのチャイコフスキーって弦楽セレネード書いたときに、モーツァルトがインスピレーションで書いたんだけどね。で、モーツァルトの、モーツァルトのスタイル、このクラシカルのソナティーのスタイルをどうしてもやりたいからって言って、最初の弦楽セレネード書いたので、なんかモーツァルトサンドイッチな雰囲気になって、やっぱ最後にモーツァルトのなんかミューズが戻ってくるっていうのは、とても全体的に素敵だなって思って、プログラムの内容を見てました。そうですよね。あ、堀先生といえばモーツァルトっていうのもあるんですよね、やっぱり。室内楽器もそうだし、それこそ弦楽合奏もそうだし、コンチェルとかやっぱ本当素晴らしくて、把握の仕方っていうのかな、モーツァルトの音色、それとあと音楽の運び方、もう聞いてもらわないとこう言葉で説明してもね、難しいんです。本当に素敵なの。もう聞いたことが、うん、本当に楽しみです。9月の20日、アンサンブルシリーズ第2回、今回は、コンサートが、電気文化会館ザ・コンサートホールということですが、川本さん、今回、まだコンサートのチケット、まだ買ってない、行くか迷ってるっていう方に、最後にメッセージをいただけたら嬉しいです。ああもう手前味噌は当然重々承知なんですけれど、もう本当に楽しいこと間違いないと思うんですよね。それと堀先生はもうその熟練された音楽をご披露なさると思うし、私たちを食らいついていくし、特にメンバーの方々はおそらくすごいアンテナが立ってると思うんですね、音楽に対して。うん、そうですね。うん。興味津々なその姿を見るだけでも、多分皆さんいろんなことを思ってもらえると思うので、ぜひ来ていただきたい。やっぱりその音楽界って一期一会で、同じことをもう二度とできないので、もう仕事を、ねえ、まあ、ほっとけとは言えないですけど、なるべく頑張って終わらせて、走ってきてください。よろしくお願いします。本当に楽しみです。9月の20日、6時45分スタート、電気文化会館ザ・コンサートホール、愛知室内オーケストラアンサンブルシリーズ第2回、川本よしこさんと堀先生のスーパーコンサートなので、皆さんぜひ、お越しください。川本さん、今日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。はい。